神戸岩蔵は、幕末の藍津藩士。長州藩領内に潜入し、探索を行った恩密である。藍津藩士、神戸森吉の次男。神戸家は、家禄180国で、森吉は、江戸常根府の目付役を務めた。安政三年、兄の民事は、人情事件を起こし、永代上げや入りとなる。この事件は美男であった、原田七郎をめぐる争いが原因で、 人情相手の一人は切腹となっている。岩像は、加盟の名誉回復のため、役目につくことを願いで、藩は岩像に、鉛がないことから、長州藩の探索を命じた。神戸家は、岩蔵の死を予見し、岩像が出発した、文久3年6月23日を命日と、決めていたという。岩像は、小敷姿で、 長州藩領内で探索を行ったが、隠密であることが発覚し捉えられる。取り調べに対し、岩蔵は、合津藩士であることを認めてからは、回答を拒否している。長州藩久じ奉行は岩蔵に士官を進めたが、岩蔵は、二君に使えざるは、真の道と答え、打ち首となった。岩蔵の行動の詳細は不明である。兄の富路は後に赦面されて、母親戦争に従軍し、 青龍市中三番隊の反対頭として討ち死に。原田七郎は後に原田千島と名乗り、藍津半家老として、藍津若松城老城戦で西出丸を指揮した。1919年、下関市に有志によって岩蔵の墓が混流され、1988年には慰霊祭が行われている。藍津市段階解放第15号。この記述は、長州人。 桂八一の談話をもとにしている、大倉支流原田氏の子孫、800国、朝日新聞山口県版2011年1月30日付、ありがとうございます。